突っ込んだらこれは赤になるなと思ったんだけども、ここで待ってたら舞台間に合わないって感じがしたんで、ダーッと突っ込んでサッと左を下ろしてバックミラー見たら1台目にパトカーがいる。あ、やばいと思って左へサッと止めたわけ。したパトカーもうわーんって言い出したんだけど、スッと止まったからうわすぐあの僕の車の前へスッとこう止めてね、免許証を取った。これもしょうがない覚悟決めて免許証出した。これはまた失礼いたしました。そんな。いいな、お前さんでもその後がすごいんですよ。これからあの西駅行くのに間に合わないんでパトカーで先導してくれ。本当の話ですか。本当の話。後ろに乗ってて、うん、一生人です。